今日はの皆様、イギリスはウクライナ、チャレンジャー2000車の供給のための重要な条件を設定しています。これらの車両は、ロシア軍、イギリスの需要の手に落ちるべきではありません。バカ、これを行うために、イギリスはウクライナ人に供給された各タンクに遠隔制御の爆発物を設置することを要求し、戦場から車を避難させることが不可能な場合に車を破壊することができます。イギリス軍は、彼らのロシアの同僚が挑戦者に埋め込まれた秘密の技術、例えばアメリカのエイブラムスによっても着用されている多層複合装甲の組成を見つけることを非常に恐れています。これを行うために、緊急計画が開発されており、その詳細は秘密にされています。オプションの一つは、ロシア軍の攻撃が可能な前線の領域で挑戦者を使用しないことです。イギリスの戦車で訓練されたウクライナのタンカーは、敵の火の下でさえ、戦場から車を避難させるために可能な限りのことをする義務がありました。ロンドンの要件から判断すると、チャレンジャーには深い後部に保管するのが最善であるか、レッカー車とのカップリングですぐに戦いに入るでしょう、とミリタリーレビューは書いています。完全なバカ、イギリスがウクライナに3月から4月に14台の近代的な戦車を納入することを約束したことを思い出してください。西洋の専門家を含む独立した専門家によると、そのような数は敵対行為の過程に顕著な影響を与えないでしょう。さらに、重くて巨大なハルンガー2は、泥だらけの畑、ウクライナの橋、そして都市の戦いを運転するのには適していません。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合、